ロール状、エンボス付きのキッチンペーパー木製スタンドに立てた、キッチンペーパーキッチンペーパーとは、台所での使用を想定した吸収、正式に用いる衛生的な紙のこと。使い捨ての布巾として開発されたが、油料理をした後のフライパンの手入れや落とし蓋の代わりとするなど、使用方法は多様である。キッチンペーパーは、いわゆる布巾の代替品であるが、 使い捨てを前提とするため常に清潔な新しいものを利用することが可能となっている。吸水性、吸油性に優れ柔軟さを備えている。水に溶けにくく、また濡れても破れにくい製品もあるが、この特性は製品によってまちまちである。手拭き用のペーパータオルは見かけが似ているがティッシュペーパーと同様に出潤視力増強剤と呼ばれる。 合成樹脂を添加して破れにくくしてあり、油のろ過や空く取りなどには適さない。なおキッチンペーパーは和製英語であり、英語ではどちらもペーパータオルペーパータオルと呼ばれる。また、名称の似ているクッキングペーパーとは違い、発火の可能性があるため電子レンジ加熱やオーブン加熱などにも適さない。主にガスコンロやオーブン流し台などについた油汚れを拭き取ったり、 調理後のフライパンなど、調理器具を拭いたりする。鉄板焼きやタコ焼きなどでは、油引きの代用品としても利用される。こういった製品が発達した背景には、台所の油汚れが洗濯によって落ちにくいものも多いことが挙げられる。また、使い捨てのため、最近の繁殖を気にせず、衛生的に使用できる利点がある。日本や欧米では、日用品としての地位を得ており、 多くのメーカーが参入し、流通しており、スーパーマーケット、雑貨店のほかコンビニエンスストアでも、様々な製品が販売されている。クッキングペーパーとして販売する企業もある。ティッシュペーパーのように一枚ずつ、簡単に取り出せるように、紙箱内しポリエチレンのパックに入ったもの、トイレットペーパーのように、紙缶に巻き取られており、ペーパーホルダー。 ペーパースタンドにセットして使うものの2種類に大別できる。一般に前者と後者は2倍程度の価格差が生じる。ロール状のものは幅はトイレットペーパーの2倍程度が一般的である。ミシン目が入っており正方形、長方形に切り取りやすいを工夫されている。台所での用途に合わせ異なる種類のものがある。以下のような物語加工の有無が挙げられる。 食品に触れることからバージンパルプと呼ばれるリサイクルではない原料を用いて作られる。この点でリサイクル原料を使うことが多いトイレットペーパーと異なり衛生基準も異なる。無漂白のものもある。見た目からは区別がしにくいが木材パルプのほか、ケナフなどの非木材パルプを加えたものもある。ありがとうございます。